対局開始。それでは西田五段の先手番でよろしくお願いします。お願いします。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今現在はチーム斉藤の3勝0敗とリードしている状況ですね。はい、そうですね。もういつでもあるんですか？はい、ここで行く手もあるぐらいです。あ、行きましたね。はい、いやー攻める人だな。まあ、佐々木七段のここからの指し方は注目ですね。こういった早指しだと特に。はい、お、取った。え、取った。強どう受けるのかと、はい、まず角を どこに移動させるかっていうところからも、和田さんだったらどちらに行きます？あ、私は上ですかね。なんかもう見ちゃった後だとなんて言ったらか分からない。そうですね。ただ佐々木七段はなんていうんですかね、こう終盤になると本当に時間をね、あまり使わないで正確に指すことができるんですよ。本当に終盤力が、はい、高いので、でもかなりフィッシャーにも向いていると思いますね。まあ、同角でしたね。はい、で飛車を走りまして、はい、ここですね、手を探したい。そうですね、もっと厳しいと。あ、受けましたね。受けた。おお、来た。ん、これはもう100叩きでしょう、さすがに。100叩きってどうなんの？そうですね、この6二歩は、うん、あまり指したくない手なので、はい、やはりここは西田持ちになりましたね。はい、私の形勢判断は、まあ、逃げると思うんですけど、まあ、攻めるなら7一角なんですけど、6四金8二角成の瞬間がちょっと怖いですね。おお、打ち込んでいきました。いや、これは驚きました。いや、これで決まったらすごい、いや大攻守ですけど、いやでもこれ、なるほど、これ同銀と取りますと、これ3二銀成と取りまして、同玉で、しかし同銀もありますね。同銀、あ、取りましたね。はい、これで寄せ切れることができるか。もう先手の方も、あ、後手の方も駒がどんどん増えてきたので、はい、もう次2七歩とか打てばもうほとんど寄り筋になりますね。はい、なのでもうこれはもう攻め切らないといけない感じですね。これただ玉の逃げ場所が上か下か、4一か2三か2二もありますね。いやー、いや下に行きました。行きました。はい。おお、それはまたすごいとこ行ったね。はい、下に行きましたね。これで5二金と打って3一玉に3四角なるとすると攻めは続くんですけど。はい。ただこの瞬間に後手が、まあ、4六角のようにこう反撃するのを予想されるので3四角なると、お、これは冷静ですね。はい、2七歩でこれが詰めろになるかどうかですね。2四馬と取って2八銀に、はい、あ、受けました。これはなるほど、これは冷静な手ですね。あ、はい、これで5二に金を打てば西田五段の勝ちです。はい、これは、はっきりしました。いや素晴らしいな。いや素晴らしかったね。いや相当大きいなこれ。最高の振り飛車党の勝ち方。対局開始。ということで割とこうフィッシャーにしては長考になってますね。はいはい、そして7四歩つきましたね。はいはい、これ7四同金っていうのはもう結構金がねこう斜めにこう上ずってる形なので、はい、結構勇気のいる選択だったと思います。なのでまあ非常に長考になったと思いますね。はい、で次7六飛車っていうのはかなり厳しい手ですので、はい、他にちょっと手が、やっぱ9四歩と突いて勝負するしかないような気がしますね。はい、来ましたね。これは7六飛車とりあえ
ですね。はい。で、7四飛車と。はい。これ、まあ、角金のね、先手は少し小技をしてるんですけど、歩が3枚あって、はい、相手の方歩切れですし、これは形勢のバランスは取れてると思いますね。はい、角金でしたね。これで手を渡しておいて相手の様子を見るとが、あ、7三に銀行きましたね。7四銀に7六飛車ですかね。はい、7五歩。これは同銀と取りますと、同銀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 同飛車、7四歩、7六飛車、7五銀と打って、飛車を横に逃げれば7七角成と取るということですかね。はい、はい、歩打ちましたね。桂馬は取れそう、はい、桂馬は取れそうですね、はい、まあ、7六飛車7五銀までは行くと思います。はい、桂馬取れたんです。あ、4筋というのは、なるほど、この7一銀を見えてたんですね。これは気づかなかったな。これで8五飛車と逃げれば6二銀になるとなって、はい、角が狭いですね、はい、取れますね、はい、これ7二飛車と逃げても6二金で飛車角両取りになりますね。はい、6二銀なるで、なんでそうです、5二角と引いて、まあ、同成銀なら同金で、角を角銀交換ですから、まあ、これはしょうがないということですね。あ、なので7一桂馬と打って、おお、桂無理やり生かすとすると7六歩みたいな手を指して、はい、っていうことなんですけど、そうすると6三桂7五歩ですからね、ちょっと悔しいですね。あ、だから7二角と打ってこう、つなげましたね。時間が、あ、なるほどね、9九万でもこれ5三歩で、うわ、これでも5秒で死ぬって言ってるんですか。いや、形勢は斉藤八段の方が少しいいと思うんですけど、はい、これを秒読みでしのぎきれるかどうかですね。いや、ずっとピッピ鳴ってて体に悪いですね。ですね、はい、あ、でもこれはちょっとつながってきた感じがしますね、はい、これ横からの攻めはね本当に強いんですよ、うん、これは先手が良くなったと思います。先手玉はまだ硬いですもんね、はい、ただこれ4一成銀と、あ、4一玉と取らない、そうですね、4四歩とつけば、はい、これはガブリ寄ったでしょう。ガブリ寄っていけばこれはもう玉王様がないもんね。これはわかりやすい、攻めはかなり遅らせることができました、はい、なのでここ数手のやり取りは斉藤八段の方が、ね、盛り返してますね、はいはい、5秒の中で、はい、はい、でも黒沢六段の方もちょっと秒が少しずつ少なくなってきましたので、はい、時間が長かったら間違いなく先手が勝つんですけど、はい、はい、こうどん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 寄せていけばいいんで ね、頭使わないのがいいですよね。先手の方はそうですね、あ、後手の方はこう3五歩とか2五歩とかついて、うん、どんどん上の方に逃げて、なおかつ飛車をこういじめるといった感じですね、はい、これで4四金と取れれば先手が、あ、飛車ですね、はい、あ、これは攻めがつながりそうです。飛車が使えるようになったのは大きいですね。これで2二成香と寄って同玉で3四飛車とすれば、はい、つながりますね、はい、斉藤八段の投了、黒沢六段の勝ちとなりました。